おはよう。おしゃべり会よろしくお願いします。よいしょ。やっぱり D 型ちょっと寒い。寒いです。おはよう。今日の私服はこんな感じです。かっこいい。おはよう。ほーわ。そうです。おしゃべり会行ってきます。昨日は5時間半寝ました。今日なんか最近キャリーバッグで、そう、横浜の時かキャリーバッグを持っていくことが続いて何泊かで、なんか荷物をまだしっかり整理しきれてなくて、お部屋とかも、まあ、含めてキャリーバッグとお部屋で、それを昨日やってたら遅くなっちゃって、はい、そうなの。お片付けしてました。おはよう。お話し会よろしくお願いします。新しいお洋服で。冷たい！パック冷たい！やだ！冷たい！結構これちょっとあれだ、危険。冷たい。冷たい。見てみんな。冷たい。そうだよね、パックやばいね。こんなことありますか。じゃん、パック。これ絶対スクショしちゃダメだからね。なんか貼り方が、貼り方やばい。ティッシュ持ってくるかな。ちょっと待っててください。
よし、戻りました。はい、今こんな感じです。すごい、この絵が多分ずっと続くんですけどお願いします。拡散不希望で。でもさ、将来はこういう風にさ、このパックのシワみたいなシワシワになるんだろうなこれは私の将来なんだろうな。よいしょ。ね、髪飾り、あ、これは私のキャラクターストリートで買いましたあと2分ぐらいで撮りたいな。カレンダーは6月だね、これプリキュア？もう何年も昔のプリキュアです。なんか最近あのキャラクターとかブランドのカムバックが流行ってて、その昔私が保育園小学生ぐらいに流行った時のプリキュアのグッズがまた出たり、これみたいに、あとなんかそういうブランドのお洋服が、そのなんていうんですか、ブランドの洋服が今の年代の子に合わせたサイズになって帰ってきたり、その当時その小学校中学校向けのブランドだったものが大人向けでリニューアルされたりみたいなのが結構あって、うん、まあ、その一つでこれ買いました。もう何十年も前のプリキュアなのに、まあ多分その世代が大人になったのを何ですか、狙って狙って、はい、リバイバル。あれ、私パックしてから何分経ったんだろう。頑張れ、頑張る。戻っていいかな。何分だっけこのパック。3から5分。まあ3分は経ちましたよねもういいかな、とってよし、とったでなんかこうやって拭くといいんだって。私はこの余ったパックで首拭いてます。そういえばニキビが多くて3つできたんだよ。そう、首元はとか手とかでね、寝出るっていうので早期対策よし、今日カラコンしようか迷うな。どっちがいい？みんなアンケート取ろう。アンケートで決めますちなみに劇場公演とかフェスとかは最近してます。まあショールームでは外してる。
仕事終わりたてで配信するときはカラコンは外、してるんですけれども、昨日みたいに東京で千葉で終わって移動とかあると撮っちゃいます、配信のときは。まあだから最近みんなはショールームではカラコンの姿見てないかもしれないけど、でもみんなに送ってる写真とかフェスとかおしゃべり、あ、おしゃべり会じゃないな、フェスとか劇場公演とかはつけてる。どっちがいいかな、迷う。あ、待って、久しぶりすぎて投票の仕方忘れちゃったどうやるんだっけ、あれ、あ、これかな、聞いてみよう、どっちがいいかな。あ、ちなみにカラコンってこれ、どっちだろう。え、なんかね、両方いい意味があるんですよね。つけるとなんかまあ漏れるというか漏れる。でも2はつけないと自然な、なんていうの、清楚系なメイクになるし、まあ、目を休めることができますね。いいですかね。漏れるのは多分した方だと思う。でもなんか清楚、清楚かわいいというのかな、そう映れるのは2位かな。はい、締め切ります、ポチ。おー、つけないって言われてますなるほど。え、でもちょっと待ってください、え、つけないえ、どうしようかな。だって次、ケーキありがとう、シュークリームありがとう。いや、そうだよ、みんな、まあ、あくまで参考程度なので投票は。本当に、わかった、みんながでもそう言うなら、そういうならつけない。いや、いや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 。いや。やっぱり万全の可愛さで行くべき。たとえ、目が傷ついたとしても視力が落ちようとも。ごめんなさい、結局あのみんなにも聞いたけど、ちょっとつけることにします、すいませんけどね、それだけみんなのことを思ってるんですよちょっとでも漏れてる自分をお届けしたいっていう、みんなのため、みんなの目あ、でもオンラインでするの久しぶりかも、前回はしてなかったかな。はい、みんなのこと考えると、みんな、カイリはみんなのために、みんなは
帰りのために。ほら、そう、可愛く見られたい。その通りです。うん、ちょっとでもさ可愛く。いないといけません。いや、もしかしたらみんなにカーコンコンタクトしなよって背中を押されたかったのかもしれません。ね、押されたかっただけです。そういう時あるよね。自分の中でまあ答えはほぼ決まってるけど、でも誰かにそれが合ってるよって肯定してほしくて言う時みたいな、そういうこともあります。人間だもの。人間だものね。できた、入りました。カラコンがちょっと目が大きくなった気がする。いつでも押すよ。ありがとう。でまあそんなこんな話してたら、さっき保湿したお肌がねいい感じになってきたので、メイク始める。あー、ハロウィンのクマありがとうございます。40分にはちょっとねメイク完成させたいです。15分でこんにちは。15分でいけるか。メイクって皆さんどれぐらいかかると思いますか？何分で完成すると思いますか？人それぞれなんですけど、私だいたい20分いらないぐらい、15分から20分で完成する。うんうん、早い方なんですけど、なんだろう、なんか手順決まってるからかな。そう、こういうの時も本気でっていうのなんか間にご飯とか、なんかあの髪の毛とか挟まなかったら20分とかで。いけちゃいますね。早いんだ。よし。わあ、すごい。なんか
パックしたからか肌なじみがいいです。今日目薬もさして、よいしょ、パックすごい、なんかコンタクトが浮いちゃう、どうしたらいいんだろう、あ、空気が入ってる、どうすればいいですか皆さん、目と赤がコンタクトの間に空気が入っちゃうんですよね、どうしましょうかねで描きます。よいしょ、眉毛は慎重に、はい、完成。あ、ハロウィンクマありがとう。え、ちょっとねずらしてみようかな。治りそう、治りそうだよ、よいしょ。で眉マスカラ、眉毛を明るく、これも集中だ、あ、でもまだ浮いてるな、どうしたらいいんだろう、なんか全然痛くないんですよね、なんか浮いてる、密着感がま、なんか少ないって言えばいいのかな、まあそのうち、そのうち、そのうち良くなりますかね。なんかそう目こうやってうーんってやったらコンタクトもうーんってなるなんていうの、でも全く目は痛くない、難しいね。じゃん。できてきた。そうだ、昨日東京でラーメン食べて帰ってきた、煮干しラーメン食べた、あー、シュークリームありがとう、うん、なんか高かった、東京って高いのかな物価1400円した
私があれ選んだのがそうだったんですけど、わあすぐ完璧な肌になってる、これすっごい近年まれに見ない完璧さ。で あそうです、全部なんとかデラックスにしたデラックスだよ。よし、あごめんなさい、テロップね、もうあれだ、投票したやつだ、ごめんなさい、もう関係ないのに。そうなんか全部乗せてた、メンマ、ネギ、卵、あ、それはそうなるか。よーし、あ、チャーシューもあった5個ぐらいあった。そう、あ、チャーシューが高いんだ、もう肉だもんね、あれって豚かな、なんだろう、チャーシューって豚足、豚の足、焼き豚、あそうね、焼き豚なんだ、足じゃないんだ、なんか足が輪切りになってるかと思った。どうすればいいのそうだよ、形から推測した、あれは輪切りだじゃーん、でよいしょ、間違えた、見て、え、軌道修正できてない、ちょっと後で綿棒で直さないと。よいしょ、もうメイク終わる、みんな準備終わる？男性ってさ、準備といったら何するんだろう、前髪直すのかな、前髪、
髪の毛かな。短い分あれなんですか、跳ねるんですかね。寝たら OK。 じゃあまああと濃くすれば完成。最低限これでお外に出れる。完成しました。前髪後で作る。よいしょ。イエーイ。若くなった。ではおしゃべり会よろしくお願いします。皆さん私の雑談配信に、準備配信に付き合ってくださってありがとうございます。よし、では行ってきます。ランキング読みます。リッチユさん、ふなふなふなしさん、スパロウさん、ふわふわさん、マサさん、ひろなさん、すぐさん、西友さん、こんちゃんさん、トールさん、白いアルパカさん、たかしさん、いちいドラゴンさん、ありがとうございます。写真も待っててください。では行ってきます。またね、行ってきます。